立川隆一郎は、日本の実業家、株式会社日立柏霊ソル、代表取締役社長。愛知県生まれ、1987年名古屋大学経済学部、経済学科卒業、日立製作所入社。2001年日立、製作所業務サポート事業部本社勤労ター部長、代理。2008年日立製作所関西支社総務部部長。 2012年日立製作所、営業統括本部総務本部関西、四国総務部部長。2012年日立製作所法務、コミュニケーション統括本部秘書室部長。2013年日立製作所人材、統括本部総務部担当部長。2014年日立製作所人材、統括本部総務部部長兼日立、柏レーソル取締役。2015年から、 日立柏レしソル代表取締役社長を務めている。2015年には吉田達馬を監督を抜擢した。AFC ではプレーオフに勝利し AFC 出場権を監督し、最終的に決勝トーナメントに進出するもベスト8に終わる。しかしリーグ戦では成績が低迷し、ファーステージは14人に終わる。セカンドステージは 少し持ち直したものの優勝を争いに加わることなく8位に終わった。シーズン終盤に吉田達馬を監督から解任。天皇杯はベスト4に終わる。2016年はミルトン・メンデスを監督に抜擢。しかし、就任後4試合でメンデスを監督から解任。後任に下平隆弘ヘッドコーチを監督に抜擢。ファーストージは7位に終わり。 セカンドステージは5位に終わる。2018年は AFC では一時リーグ敗退しただけでなく、リーグ戦でも不調に陥り全然連勝できず5月12日の川崎フロンターレ戦で敗北した後に下平隆広を監督から解任し後任に加藤望を監督に抜擢。初陣となった名古屋グランパス戦では3から2で新勝するも、 カシマアントラーズ戦では2から6と惨敗を喫したの、試合でも全く連勝ができず5勝1分12敗と大きく負け越し、腰強はより悪化した。11月10日に、加藤を監督から解任して、岩瀬健を監督に抜擢。セレッソ大阪戦とガンバ大阪戦では連勝した、ものの結果3度目の J2 リーグへの降格となった。その後、ホーム最終戦で、 J2 リーグへの降格を受けサポーターに謝罪し、1年以内での J1 リーグへの復帰を宣言。2019年からネルシーニョを監督に呼び戻して、J1 リーグへの復帰を果たした。J1 リーグに復帰を果たした2020年シーズンでは、リーグ戦では7位。ルヴァンカップでは、準優勝に終わった。2021年シーズンは、再び J2 降格のピンチに立たされている。 ありがとうございます。